スクワータック57。はい、こんにちは、須田正樹です。今回はスクワットやっていくわけなんだけど、いつもね、自分その、やばい、横動画慣れねえな。Quand t'es venu dans la rue, 今回のスクワタは闇属性、闇属性弱点らしいんですけど、まあ組んでいくわけなんですが、まあそんなね一気にバーンってやってもつまんないと思うんで、まあねちょっとずつ紹介していただければなと思うんですが、最初に紹介するキャラはね2体目のキャラとねまあ組み合わせてバーンってやった方がね、まあなんかね説明スムーズかなと思うんで、まあ一気に紹介していくんですけど、はい、この2人説明不要！シーティルなら守り留めにしたって感じですね。はい。3体目なんですが、3体目にね、このキャラ、愛知なわけなんですが、まあ、これ入れた気っていうのが、まあ、要するに、ドライブゲージ上げたいプラス、脆弱入れたいなっていうのが、まあ、主な理由なわけなんですね。うん。わかってくれ？お前ら？お前ら分かってくれ？分かってくれるよね？ね？うん、OK。3体目なんですけれども、この3体目はね、このキャラですね。はい。はい、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 はい。お前ら持ってるか？このキャラ。お前ら持ってる？え？持ってないよね？ねえ、ねえ、ねえ、ねえ。持ってないよね。Quand t'es venu dans la rue、このキャラはぶっちゃけ、まあ、火力圏に行ったらめちゃくちゃ高いと思うんで、まあ、力染めにしてやってるってわけなんですけれども、まあ、これでアタッカードーンって感じですね。まあ、あと2体残ってるわけですよね。5体目はない、こちら。泉ゆっきー。このキャラはぶっちゃけ初めて使うし、かつ最近の無料ジュエルで当てたキャラなんで、まあ、使い勝手ぶっちゃけわかんない。けど、まあ、やってみる価値あり。まあ、とにかく、まあ、難点なのは、育成しきってねえってところ、それだけ。まあ、そこはまあ、なんか耐久目で寄せれたらなと思ったけど、まあ、全然無理した。ラストね。自分の中ではやっぱりその持ってるイスズッチか、もしくはなんかそこら辺のなんか強いヒーラーにしようかなって、シャロに行こうってなりました。まあ、このキャラはね、ぶっちゃけ闇属性に対しては結構強いなって思ってて、とりあえず今回打ち込んでみようかなって、まあ俺の持論を持ってて、お前らさ多分通常シャロ持ってんだろうって俺思うじゃん。持ってねえよ。この6体で今のところやっていければなと思うわけですが、今回そのスコアで100万狙ってみようかなと思うんで、とりあえず今回は、あおいちゃん。Quand t'es venu dans la rue。 え？ちょっと待って、グレード見てなかったけどさ。で、打属性 50% アップだるいって、愛知使えんて。一回やってみてだな。やってみて、まあ、入れ替えたりいいだろうするか。一旦それに行こう。ちょっと見ちゃいけないもの見た気がするわ。で、一旦今回は130でやっていければなって思いますんでね。これでね、皆さんね、まあ、もしよろしければね、最後まで見届けてくれると嬉しいということでね。Quand t'es venu dans la rue。 このパーティーでやっていくんで、よろしくお願いいたします。やっていきます。レッツゴー。ぶっちゃけこのステージっていうか攻撃パターンがわかんないから、どういけばいいかってのもぶっちゃけわかんない。ぶっちゃけさ、BGM つけてね、ガンガンに やっていきたいってのあるけどさ、 YouTube の形状あれない。はい、やってまいりました。一旦目ね。1ターン目は、とりあえず、まずは、愛知にぶっちゃけね、メインでやっちゃうと、ドライブゲージがたまらないと思うから、一旦ポイントケア、ポイントケア2連チャンプラスで、バージンロード。ちょっとこれね、シャロン持ってない人マジで聞いてほしい。ルカに使った時のね、行こうか、レッツゴー。これよ、これマジですごいよ。え？バカ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 じゃないの？え、待って、2ですよ、バックに。2ですよ、やばいぞ、これ。どう行くのがいいんだ、これ。お日様のなんちゃらある？ないよね。使ってないもんね。うわ、ガチでやばいって、それは。ちょっと待って。一旦ポイントケア。時ので、リュウリウルシアの君もこう、たぶんちょっとこの時は全体に打っておいて、リュウリウルシア。これで、一旦ルカにね、バフかけて、シュッと形やるね。OK。全体も痛くね？全体やばくね？
え、待って、ユッキー死にかけるやん。え、待って待って、マジか。お日様のなんちゃらあればな、いけたけどさ。一旦、これでいこう。これさ、ワンチャン候補説ある？ちょっと一旦撤退するか。このお日様の竜絶対使えると思うよ、マジで。今回のイベントでゲットできるね、おたまさんのあのスキル、お日様の竜でワンチャンあるかなって感じだと思うけどさ、あれ。行くしかないよ。どうだろう、じゃあ。まあ一旦ね、まあまあまあ、いやー、ポイントケアだな。先ポイントケアうちいいので、なんかこう、さっきと同じパターンでいこうでしょ。対戦するわけにはいかねえ。肩を揃える指が、それでも心に。これすごいよね。このね、セリフは凝ってるよね、まず。OKOKOK。まあ一旦ここは、ポイントケア打っといて、の、いや、おざろ、うち、ときいいので、クリア当者。クリア当者がどんなもんかがわかんないから、とりあえずこれでいこう。一旦これでいこう。皆さん、道を開けておくれ！クロロクスタル！これどんぐらいくらい？はい。いいよ。やっていこうじゃないか、トブラ。お日様の匂いプラス、7系も振るとき、で、一旦これでレッツラゴーだね。うるーん。これ誰か、タマ行ってくんねえかな、これ。やってんねえ、これは。多分、次のターンとか多分、あれだと思うから、一旦ここは、これで立てて、おそらく俺の嘘はあれだと思う。全体攻撃だと思うから、これで何とかしていきましょうって感じだよね。あ、ナイス！それだったら OK。それなら OK。いける。おざろうと、なんだっけ、あとは、はい、行きましょう。黒曜のオーバーロード。一旦これで DP はあります。います。はい。ファンの皆さん、道を開けておくれ！いいね。勝利だ！マリーだ！普通にかっけえ！これマジでかっこよくないか？だってさ、今見た？マジで、もう普通に無言になるくらいかっこいいのと思う、この一冊はね。マジでかっこいいよ。ほんま。何を言おうとも俺はかっこいいと思う。何を言おうともかっこいいと思う。なんかおかしくない？今言うか。一旦じゃあちょっとね、何か起こるかわからんからさ、プロテクションで一旦ガードしときの、言ってもいいかな。こういうのはコツコツとない。コツコツって結構大事やんね。母なる海のギャルピース。Quand t'es venu dans la rue。OK。やるさーって感じやね。やるさーって感じ。まずはちょっと待って、リカバーで回復したい。リカバーで回復して、これ。使う場所ないから、ありか？今使うのありか？ありだな。一旦これ使ってみようか。俺も初めて見る、この演出。ガチャ演出では、まあ、ちらほら見たけど。なんてことで、レッツ行こうか。レッツラゴーツ、ヘブン。回復と行こうぜ。御礼申し上げます。鏡よ鏡、この世で一番醜いのやつだってことで。一旦ドライブゲインいっとくか。ちょっとこれで様子見でいこう。マジでこれで様子見、ちょっとわかんないの、相手の攻撃パターンが。当たれ。OK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 。 やるさーって感じやね。やるさー。
リアルさって感じなんだけど、あれで、これをもうちょっとお日様の匂いって言って、もうちょっと、リアルさって感じで一個。風のささめき勝利と、我が示すべき OK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 
で、リコーダー、ナノフケ A、これでいこうか、一旦風のささめき、一旦ね、これでいこう。大丈夫か、大丈夫か、シェシェイ。人間が誰だ、おお、はいはいはい、ぶっちゃけもう要7系を打ち終わったから、まあ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 って感じでしょ。であとはあーどこどう押してる、鏡よ鏡攻撃はぶっちゃけあれだから怖いんだろうな、ね、むずっ、どういく、どういくのか正解これ、いやマジでこれ何とかする、道は結構くれ、くれじゃない、くっせー、ありがてー、当たる、これでいい、これでいい、これでいいんだ、はぁ、はぁなんかウルトラマンみたいな光線打ってきたな、今ちょっとパーティー変えましたね、シャルのところをね、ムーアにしてちょっと回復力マジで高めようかなっていう感じにしましたね。うちのムーア 3.5 凸なんで、多分回復力に関してはピカイチだと思うんで、君に任せます。心眼とかぶっちゃけ、まあそこはタマさんにやらされるんですけどね、回復力だけに関してはムーアさんをあなたは一番信用してるんで、やっていきます。ってことでレッツゴー、レッツゴー。攻撃パターンが分かればいいんだけどな、なんかさ、その他のデバイスがぶっちゃけさ、今使ってる iPhone と iPad しかね、現状手元にないんですよ。なんでここになんか見れたらなと思うよ。どこで見ます、1段目か、2段目は2度を1個置こうかなってことで、ポイントケアと、あーポイントケアとポイントケア、まあこの3つの時はとりあえずまず最初何とでもなるよねって話よ。 OKOKOK で、あー、タモさんね、オッケー、タモさんに当たったか、オッケーオッケー、出たとしたら、まあ、ここでちょっとムーアとユッキーしといて、もう、ムーアとユッキーあとか。で、ここでコバナで、一旦ちょっとムーアもポイント、ドラゲちゃう、ポイントケア、ウッドキーで、どこの中で行くか。ストレッチ。これでどんぐらい食らう？で、こっからのムーアのサントサビリティ、これがめちゃくちゃ役に立つんよ。おいおい、マジでさ、俺ぶっちゃけさ、出た時はうわサント使えよ、うわうわって思ってました。ぶっちゃけ使ってみたところさ、めちゃくちゃこのアビリティ役に立ってるって、ね、マジって感じでね。いや、この人分かる人いるか、なんだ。で、出よ、一番上、神様の匂い回復しての、ナノ系だけはちょっと置いとくか。いや、お日様の匂いいらないか。おざろ、お、ぼん、お、オープンザロード、ウッドキーの 7K ウッドキーの全体回復でいこうか。道は開けておく、体ロックサイドを。さあ、こっからよ、マジで。こっからどう出るかよ。これで誰に当たる？あゆざわ、やってくれましたね。やりましたね。やってくれましたね。やってくれたらてめえって感じ。さて、まあそれはさておき、一旦ね、ここからどうするかよ。やることなすこと全部読む。ああ、じゃあ一
旦ポイントペア、いや、OK、一旦じゃあオザロン打って一旦 TP 割ろう、一旦 TP だけ割っといてって感じやね。じゃあこれでいこう。さあ見ててよみんな、こっからや、こっからこのね、もう一回休みするわ、ブワブワって感じで行くと行き、ああ、まだありそう、今だ、これがルカオの魂だ。いやマジでかっこいい、これマジでかっこいい、いやマジでこれかっこいいよ、演出やばいでしょ、マジ見てた今。え、だってさ、え、何あのコンビネーション、いけーってなんか言って、ブリンバンバンブリンバンバンとって、うん、ちょっと SP も SP SP だとか回復もしつつって感じだね。ということでこれでいこう、レッツゴー。鏡よ鏡、この世で一番醜いやつだってことで、よし全然よしでもない、はいはいはい、さあ、オッケー、ユッキーはまあユッキーに当たってくれればマジだよ、オッケー、ありがとうありがとう、単純に。で、一旦これでちょっと全体で様子見て感じ。いや、うん、ね、オッケーオッケー。一旦これでちょっと何もなしでいこう。そりゃどうだって感じだね。おぉ、トヨタトヨタトヨタ。ラッキー。ラララララライト。ライタラライタラ、イケイケゴーゴー、赤ちゃんの足に。このネタ知ってる人いる？今の時代でこのネタ知ってる人いる？いや、一旦ちょっと7系とかちょっと準備しとこ、今の時代ここで、この DP の幅を広げますので、ここで7系打ちで、ポキューポキューって感じになっていくやんね、オッケー、さあさあ、オッケーオッケーオッケー、でドラゲ打っといて、ドラ、こっちもドラゲ打っとこう、ちょっとドラゲ打ちいいので、ドラゲ打ちいいので、あの、じゃあ強くなっちまうぜ、オッケーオッケーオッケー、多分次やばいの来るから、これでこうしといて、もうで、ちょっとやばいから、一旦ね、リザレクトライト持ってるから、これにリザレクトライトを回復してプロテクションでちょっと防御力を高めましょうかって感じなので、これで一旦行きましょうか、これで行けるよね、一旦これで耐えてくれるとは思うけど、ちょっと待ってちょっと待って、それはダメだ、それはあかん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 ってことね、これでいこう、で DP 回復します、プロテクションでカチカチにします、でこれで DP ゲージ2と、あ、まだウルトラマンみたいなやつ来ないと、 OKOKOK、 まだウルトラマンみたいなやつ来ないってなると、ちょっと待って、さっきの攻撃が多分もう一回来ると思うよ、で、出よだよ、マジで。一旦ここでさ、ドライブゲージ打つってのもありだけどさ、ウルトラマン攻撃がさ、いつ来るかがわかんないよ。これがちょっと、もうホームページ見てない人もあれかなって思うけど、むずいな。ウルトラマン攻撃来るとしたら、次のターン食べるべきだと思うけどさ、で、ちょっと待って、ね、どうしよう、どういくのがいいか、ユンシアやっても多分これ死ぬだろう、7K 打っとこうね、またね、7K 打ってムルトモンっぽい来たら、まあその時はその時かなって感じだけど、ウルトラマン攻撃が来るんであれば、そこで終わった、あ、ウルトラマン来た、あ、取れた取れた取れた、
トヨタもうなんかここまで来るとあれだな、なんかスペシャルクリアー報酬はもういいやって感じで思ってきた。クソだよなマジで、やっといてなんかなんだアダコでって言ってクソだ。いやーどういうこと、一旦じゃあ切っとこう、これここで一旦12上げましで踊る、まあ、まずはちょっと海のギャング打っといて、オープンザロード打っといて、鏡を鏡かな、これで一旦なんとかしよう、皆さん道は消しておくれ、ロックスターのロックスターのようにちょっと応援もできるな、これでちょっと一旦オッケーオッケーオッケーナイスナイス、ルカナイスルカナイスルカルカナイス、俺ルカだっけは死ぬほど空なの、実は言うとあのルカ全員持ってるんだよ、だからそこでちょっと上げといてたが成果が今これ出たと、ナイスやるやんけルカ、ルカナイスマジで、お前はマジでやると思った、やってくれると思ったマジで、おめえマジでやってくれると思う、ほんまにナイスナイスナイス、マジでそれはナイスすぎる、でここでドラゲ打ったか、ドラゲ打ったか、これドラゲ打ったか知らんうちに、うん、だとしたらちょっとここでキラミキのエールとか打っていて、のどうしよう、待って一旦、うん、キラミキのエールはいいや、一旦多分それやるとたまんなくなるから、これでこれだね、これが正解だ、これしてルカをどうするのがいいんだよ、これがいいのかな、やっぱこれがいいのかな、多分ね、これでいいと思う、多分これでいけると思う、これでいける、いけます、いきます、いきましょう、レッツゴー、オッケー、よし。で、ここで、オッケー、で、ドンって置いて、よし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 、来た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 。これ、俺が求めてた展開よ、これ。これを、何気に俺これ求めてたか展開よ。これして、どういくんがいいんだ、これは。これ何もせずにこのまま行って、ルカでどん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 おしまいかな、これ。よし、これで、ドン、ドンってやっといて、よし、これでもう一発ドライブゲージ、ドライブじゃないよ、ドライブゲージ溜まります。ディープブローが打てますから、ここで一旦やっといて、オープンザロードからの、黒曜のオーバーだ。お前ら、見てろよ。これが、俺の、戦い方です、いきますよ、これが俺の戦い方、いくー、さあ道を開けておくれ、このロックスターのドンからの、ナイス、いきましょう、多分100万は行ってほしいなと思ったけど、無理100万は、80万、何気に高い、何気にこんぐらい行くんだ、何気にここまで行くんだ、何気にここまで行ったっていうね、マジか、ちょっと嬉しいな、はい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 、なるほどね、はい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 、なんかちょっと今、報酬取るとしたら、来たよ、あの3000個。放送局で来た3000個が今来たよ。引く？3000個あるってことはさ、そういうことやんね。そういうことでしょ？そういうことだよね、運営さん。運営さん、そういうことでしょ？まあ、そういうことだよね、要するに。まあ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 。まあ、まずはね。はい、ありがとうございますね。これでまあ、運はね、全部ね、あっちに流れたってことでね。
ぶっちゃけね、ちょっと今日はね、こっちを行く予定ですよ。まあ、この中で欲しいのはね、コジュ。マジでコジュ欲しい。コジュ。出るよね。はい。ちょっとマジで言ってる。ちょっと待って。おかしいでしょ。えぐいて。